皆さんこんにちは、森の風サロンの中島きみこです。今日はゆめちゃん農園の一番最後の収穫、白菜を収穫 したいと思います。私白菜得意でないんですけれども、8月の終わりに、直巻きで種をまいてみました。なんか不揃いですけれども、今日は一番大きな白菜を収穫してみたいと思います。うわすごい、ほらすごい、ちょっとすごく重たいわ。外はね、少しは虫は食べてますけど、私は全く化学肥料も農薬も一切使ってませんので、使ったのは一度だけ天然堆肥を使っただけです。ちょっと最初ね、結構いかがですか。こんなに大きなのを自分で作ったのは初めてです。だからとても嬉しいです。後でどのくらいあるか、何キロあるか測ってみたいと思います。私は野菜も喜ぶ、そして大地も喜ぶ、そして私たち食べる人が喜ぶ、そういう喜ぶ農園をずっと心がけてきました。そしてできたもの、そういったものは全て使い切る。どんなことにしても、使い合わなかった野菜なら、堆肥にするとか、とにかく全てを有効に使うっていうことを心がけて今日までやってきました。皆さん、最後の白菜こんなに大きなのが取れて私もとても嬉しいです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。